皆さんこんにちは。高山ウコン記念資料館の日曜礼拝にようこそ。今日は詩幣141編3節より口の見張り版ということを見言葉から聞かせていただきましょう。それでは聖書を開きます。詩幣141編3節主よ 私の口に見張りを置き、私の唇の戸を守ってください。以上です。今日の聖書の言葉は、自分のおしゃべりで失敗をしたことのある人には耳の痛い言葉かもしれません。余計な一言を言ってしまったことで人はよく失敗します。 こんなことを話さなければよかったと後悔しても、口から話された言葉は取り返しがつきません。今日の聖書の箇所に登場する見張り版という言葉が、聖書の中で最初に登場するのは、私たちの祖先であるアダムとエヴァが、エデンの園から 神様によって追われる時のことでした。神様は、エデンの園に、アダムとエバが再び入ってこないように、見つかいが見張りをすると言われた言葉と同じ言葉が、この詩編にも登場しています。また、見張りと訳されている言葉は、今度は詩幣121編8節で、 神様が私たちの旅路を守られるとといいうことで登場しています。つまりこの「守られる」とも訳されている言葉から自分の口から余計なことを話さないように守られるという意味と受け止めることができます。だからこそ余計なことを話さぬよう見張っています。 くださっていいるととうことなのですイエス様はマタイの福音書15章11節で「口から出るものそれが人を汚すのです」と言われています人の心の中は誰も見ることができませんからどうしてもその人の表面的な言葉や振る舞いで 判断をしてしまいがちです。よく私たちは自分の口の失敗に気がついて心にもないことを話したと弁解しますが、実はすでに心の中にそのように考えているから口に出てしまってしまうのです。私たちはいつでも心の中では余計なことを考え、 怒りあるいは悪態をつきながら毎日を生活しているかもしれません。ですから、そのような口の失敗をしないためにも神様に守っていただかなければいけません。私たちも昔から口に戸は立てられぬと言われてきています。 唇の戸を守ってくださいと詩人が願っているように、人を傷つけ、人を苦しめる悪い言葉が口から出ないよう守っていただかなければいけません。人を悲しませてしまう言葉を口にするのではなく、生ける誠の神様を褒めたたえることをもっと多くできるようにと願いながら、 今週も歩んでいきましょう。それではお祈りします。天の神様、私たちはなんと自分の言葉によって人を傷つけてしまう失敗を繰り返してきたことでしょう。そうならぬように、いつも私たちの口をお守りください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。